執筆をする上での本の読み方について、本の読み方について、私は小説を読むと大抵ああ面白かったということで終わってしまいます。わからない語句を調べたり、いいなと思った表現などは抜き出して出典とともにメモしたりはしているのですが、小説を読むときにこんなところに気をつけて読むという効果的な読み方があるのでしょうか。これちょっと僕は気になりました。この方がチェックしているのが文章だけにこう着目してて、いいところがやっぱり読み方としては難しい、ちょっと気になるところでしたね。だから登場人物の作品中の役割分担ですね。例えばその作品に出てくるメインになる主人公の他に、その主人公の行動を説明する役割というのがありますね。その役割の人物はどういうような人物が狂言回しで使われているか、そういったことがやはりチェックする必要がある。あと作品全体の字数や行数は割り出して大体構成をチェックしてみるとかね、これ意外とやらない人が多いですが、その枚数だとかそういう物理的な量と心理的なその感動の度合いって実は意外と比例しますから。